ロシアによるウクライナ侵攻が現在国際情勢における主要課題となる中でも中国共産党政権が引き起こす問題は依然無視できない課題となっています。最近アメリカ財務長官は中共政権の貿易観行を改めて批判し米欧両地域が結束して対抗すべきだとの認識を示しました。19日にドイツ西部のボン郊外で開幕した先進7カ国 G7 の財務省 中央銀行総裁会議に先立ち、17日、ジャネット・イエレン財務長官は、ブリュッセル経済フォーラムでヨーロッパに対し、不公正な貿易観光を進める中国共産党政権に米欧で連携したアプローチを取るよう促しました。 米欧両地域は中国が我々に不利益を与えてきた経済的観光をやめさせる共通の利益がありますこのような観光は貿易や投資のほか開発や気候変動政策持続不可能な債務負担に直面している国々への債務救済アプローチまで多岐にわたりますイエレン長官はまた 中国国内でのゼロコロナ政策による供給網が目詰まりしていることを受け、米欧双方は供給網の多様化など解決策を見出すべきだと述べています。我々が共通の利益を持っている傍ら、米欧は対中姿勢を鮮明にすべきです。中国が我々の結束を乱すことができないと見た場合、好意的な反応を示す可能性が高まります。 現在、ウクライナ情勢をめぐり、対ロ制裁の強化、ウクライナへの支援継続で、米欧の対応が一致する中、対中問題においても結束を図りたい考えです。NTD ジャパンがお伝えしました。